はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はワンピースキャラバルトロメオを使ってやっていきたいことがあるんですけども、この方必殺オマージュ真剣奥義バリバリというわけで、最大 HP ダメージで3ターンの回復力ダウンがつくんですけども、この回復力 100% ダウンっていうのはまあいわゆる自傷なんですけども、この性能重複することができまして、というのも、一気に必殺を2個割れば 200% ダウン、3個割れたらパンダケバーダウンというも割れば割るほど、ダウンするということなんで、盤面のプチすべてバル、音出てない盤面のこのプチをすべてバルトロメオの必殺プチにして割った場合、そりゃすごい回復力ダウンになるんじゃないかっていうのを今日はやっていこうかなと、思います。前々からねやりたかったというか、単純に前この回復力ダウンが重複することが分かりまして、で僕たびたびね、あのこのネフェルピト、まあおもちゃにして遊んでいるんですけども、まあそのシリーズですねやっていく。というわけでまずは、ピトを1体にするところから始めないといけないという状況なんですけども、このダンジョンピト自身は攻撃してきません、このザコ2人だけ攻撃してくるんですよね。っていうことはつまりこの前ザコ2人を倒したらもうこのダンジョンで攻撃してくるやつがいなくなるんですよ。そっから何もしないピトーと共に必殺を生成する、そういう流れになっているんですけども、僕ね今日の昼、ま、ラーメンを食べたんですけども、なんかないですか、今日はもう意地でも今日の昼飯これ食べたいみたいな感じのこと思ったことないでしょうか。僕ねそれ今日ラーメンやったんですよね。なんか知らんけど急にさ無性にラーメン食いたくなって、もう急いで、食べに行ったというか、まあ、単純にコンビニの、カップ麺を食ったんですけども、めちゃめちゃ美味しかった。いつもねどん兵衛うどんもあったら僕も何でもいいという人間なんですけども、今日はね300円ぐらいのめちゃめちゃ高いカップラーメンを買いましたね。めっちゃうまかったわバカうまかった。だから今テンションマックスなんで、はい、ぜひともピトを殴っていく準備できるんですけども、ここに関してはまあ必殺等とバルトロメオで、盤面プチ全部、やりたいので、まあ、ちょっとバルトロメオで必殺もおおまあまあ生成しながら頑張っていこうかなと思います。はい、回復力、あ、ここでもさらに回復力ダウン打ってくれるのか、まあ別にいいんじゃないかなと思われる。このダンジョン、雑魚キャラに関してはガードを永続的に使用してくるので、このガードまあまあ対策しひんかったらうざいんですよね。まあそれはしゃあない。んーで煉獄さんであんまり必殺割りたくないんです。これなんでかっていうと、煉獄さんね、まあ優秀な、虹じゃなくてなんちゅうペンカン、あれをちょっとやってくるんですけども、それねちょっと今回の企画では邪魔になってしまうんで、できるだけ煉獄さんはまあお休みしていただいて、でまあこれ遊戯じゃなくて山地で必殺2個割りしてるんで、まあなかなかやけど、ちょっともうラーメン食ってあの気分ええのにちょ頭が回っていない。ラーメン食ったら頭悪なのかな、なんか糖質とか取りすぎたら頭悪なんてよう聞くよね。さあここで、栽培マンを、発狂していったんですが、上から殴っていきまして、はい、こっからが勝負です。僕のこっから、バルトロメオ以外の、キャラたちで、いろいろやっていく、まあ、こんな感じで盤面のプチすべてを必殺にする。これまあまあ時間かかるんですけども、まあ頑張ります。はい、というわけで盤面すべてバルトロメオにしてまいりました。こっからもういきなり全部割って終了というわけで、合計41個
ですね。まあ、ちょっと上でプチ繋がってたんで、40個ぐらいかな。まあ、単純計算で、盤面のプチの数数えて、それで、それに100、まあ、やったらなんか数字出るんですけども、まあでもね、実際にそうなっているところ、ちょっと見届きたいなと。お、必殺39個なんや。盤面で39個も必殺あんの。それはちょっと初耳でした。というわけで合計60ターンかかっております。なかなかエグいという状況。180万出ました。そんでもって、ステータス、はい、マイナス 3900%。 これ絶望的もしこれ超究極でやられたら絶望的なんです。もう回復力1、これね、回復力は1から下には、ならないんで、0には絶対になりますね。3900万マイナス、これは絶望。これで回復割ったらどんだけ回復できるかやっていこうかなと思います。8個、はい、1。